マサトチャンネル始まりました。来ましたよ、小山ドライビングスクール。はい、ついにね、僕が大型免許をですね、有言実行で取りに来ましたよ。実はね、昨日1回乗ってるの、今日2日目。服装もハーレーダビッドソンで来ましたからね。かっこいいですね、やっぱ、はい、あれですね、先日社長から、はい、そう、社長からプレゼントしてもらったやつ。グローブもね、もう気分はハーレー乗りだから1週間取っちゃうからね、俺全部で。すごいっすね。気合の2時間講習、2時間講習、あとは3時間講習3回受けちゃうから、短期集中っす、ね、短期集中、はい、ということで行ってきます。行ってらっしゃい。もうすでにね、免許もないのに買っちゃった。免許ないのに2人ともハーレー買っちゃったらしい。マジっすか。何の場合。僕はスポーツスター。スポーツスター 1200ストリートボーク。ストリートボーク。みんなね、はい、ハーレー乗りたいんですよ。やっぱそういうことなんですね。そういうことなんです。先に買っちゃってからもう取ると。よろしくお願いします。タコ行ってる。じゃあ、ね、取ったらぜひ一緒に。これハーレーだ。おなるほど。どんだけハーレーカブなんだって感じは。ハーレーに募集しますか。初めてのね、大型バイク教習日ね、2日目ね、ハーレーで教習したんだよね。ハーレー教習特別に。やっぱね、これ883cc か、パパさんっていうね、やっぱ排気量大きいから、ちょっと吹かすとやっぱこうガーンって進むんだよね。パワーあるんだよね。最初ね、3周ぐらいちょっとウォーミングアップになったんだけど、これこう一本橋ね、試験では10秒で渡りきらない。一発目ね、結構ね、特にハーレーだと難しいの。でこれスラロームね。これが何だったかな、7秒以内かな、試験で。このコーンに当たると一発でも当たらない。難しい。いけるか。お、いける。お、いったね。いけたね。ちょっとドヤ顔っぽいじゃん。いや、これもう落ちないようにこう、あんまり早く行ってもいけないし、なんかね、ちょっとね、ハンドルを小刻みに右に左に動かすと落ちづらい。ちょっと動かしてんじゃない、ハンドルを。お、いけたね。だいぶゆっくりでも進めてんじゃない、初めてにしては。これもコツがあって、コーンを通り過ぎたぐらいでアクセルをこうグッとちょっと吹かすとうまくいけるね。じゃあこれから目の前にクランク、運転姿勢は平均台そのほど変わりませんので、はい、なるべくちょっと膝きやすいんですけどね、あれ締めていただいて、はい、腕の力でハンドルも使えるようになります。まあ、平均台の時も膝を締めてる方が落ちる。そうです、落ちにくいですね。はい、結局足でこう開きますとね、腕にも力がどうしても入りやすいですね。でそこから下だけしっかり締めていただいて、あとは上半身がですね、ちょっと軽くこう、はい、一番いいですね。じゃあ行ってみたいと思います。はい、お願いします。エンジンかけていただいて。なかなかさ、この教習のとこって撮ってる映像なんかないんじゃない。ないよね。これね、ハーレーやっぱ重たいし、幅が広いからやっぱちょっと難しいんだよね。両サイドに三角コーンが、そのコーンに触れないように速く。
方にあるんですよ。なんかまあ自転車と一緒で一回覚えたらまあ乗り方は覚えて、なんとなくはできる。坂道発進ね、ここもこう演出としてはいけないんだよね。まあ、ちょっと車と一緒でちょっとアクセルを吹かしながらクラッチを握って、アクセルを吹かしてクラッチを握りながらこう行くと演出しなくて、クラッチいきなりパッと離せる演出しなくて、坂道発進1回目成功なんだ。俺はだいぶゆっくり入っていけてるね。でも教習をやった後はすごい疲れた、眠みたいな、すごい集中してる。しかもこれ一番最初、この日は晴れてたけど2日目初日なんて大雪だったからね、東京すごい雪した日だったからね、めちゃくちゃ寒かった。その中2時間かも。こういう風に曲がって、アクセルの使い方とか後ろに乗って教えてもらう、こんな感じで行くと通りやすい。この部分とこでアクセルを吹かす。ここが2速で入ってる。そう、でもこのさ、なんかテレビか YouTube で見たんだけど、白バイのこういう大会があるんだ。何秒でやるか。白バイの人すごいよ、めちゃくちゃ運転うまいよ、めちゃくちゃ飛ばしてブン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 いくからね。ちょっと早いかな、吹かせて。このタイミングでいいと思います。終わりですか。もう1時間あるんだけど、ね、もう1時間ですか。今1時間ある。あの一本橋が難しいんだよ、あれに苦戦してるっていうね。平均台です、ね、そう。あ、まあでも、まあ、回数をこなせば。あそこで落ちたら試験失敗だからね。あれ何が難しいんですか。落ちないように一本橋を渡って、純粋にここのバランス感覚、バランス。結構難しい。であと10秒以上だから、あ、早く渡っちゃいけないから、やっぱ時間制、ゆっくり10秒でこう渡りきらなければ試験はね、うんうんうん、まあ、まだ2日目ですもんね。まあそうね。やってきました。今日はですね、2月18日卒業検定ですよ。あっという間に。早かったね。早いですね。早いよ、だってめちゃくちゃ頑張ったもん。だってさ、最初の第一段階2時間をこう3日連チャンでやって、で次の週に3時間講習を3時間2日連チャンでやって、もう5日間できたからね。びっちり詰め込んだからね。忙しかった今週。忙しいスケジュールの中。めちゃくちゃもうね、これはね、もう早いとこパッと取らなきゃと思ってね。でも今日卒検で、とりあえず一本橋とか S 字コーナーとか急制動とか、あとはもう試験だからさ、こう乗るところからこう最初のステップをこう立てて、その後乗り込んでとかミラーを確認してとか、こういう手順があるのよ。ここも間違えたね。降りる時もこう後方確認をして、車が来ないから確認してから足をねこう当たってとか、普通に乗ってる分には一本橋とか全然平気なのね。10秒で渡るとか。ただ試験だからね、これはちょっと緊張するんだよね。一本橋超緊張するんだよね、多分ね。うん、
コース A コース B コースがあって、まあ、ほぼほぼ頭の中入ってるけど、これもし間違えたらパニクるね、うん、こんなことやってる場合じゃないんだよ俺そうだよ、今12時35分、12時50分から始まるから、もう15分前だから意外にしてくれるということで、行ってきますよ俺は。もうね、帰ってきて合格しましたっていうか、もう一回ですっていうか分かんないけどね、とりあえずやっていきますわ。はい、ということで行ってきます。はい、合格できると思ったんだけどさ。え？マジっすか？いや、じゃーん。あれ？あ、受かってますよね。はい、卒業証明書。なんと、しかも100点。100点？100点合格です。満点です。満点です。完璧です。100点ってすごくない？すごいっす。ね。100点ってことあるんですか？こんなノーミスってことですか？ノーミスじゃない、100点ってことはあれなんじゃない、もしかしたら一発免許くらいのこう一発免許で受けても合格ってことじゃない、100だったら。ね、まあもちろん講習で、まあ、練習してきたからね、12時間だから14時間くらい乗ったからね。いや、おめでとうございます、はい、ついに本物のハーレーオーナーに、ハーレーオーナーになるよ、もうね、ちょっと早く乗りたいね。まあだからもう、あの二輪のさ、中型免許持ってたからもうすぐ二人乗りも大丈夫みたいだし、あとはあの高速道路も乗って OK だけど、 OK なんだよね。あの取った、本当に中型は取ってない人はやっぱ1年間とか、そうなんです、高速ダメとか二輪ダメとか、はい、多分確かあったよ、うんうん、じゃ次ハーレー行こうよ、買いに、はい、買いに行こう、次は次買いに行きましょうか、うん、はい、明日行こう行きたいですね、うん、ということで見事ですね、無事免許合格してですね、ちょっと今度はハーレー買いに行きますよ。まあ第一弾ね、無事合格しました。ということでまた、さよなら。